コモンウェルスエアクラフトはかつてオーストラリアに存在した航空機メーカー。1935年、オーストラリアの工業会社ブロークン、ヒルプロプライエタリの最高責任者であるエシングトン、ルイスはヨーロッパを訪れ戦争の勃発を危惧した。オーストラリアの航空機製造能力の欠如とイギリスからの航空機の供給が立たれることを懸念し、オーストラリア政府に 近代的な航空機開発会社の設立を説得するため業界に対しロビー活動を始めた。説得の必要性はあまりなく政府はいくつかの企業との交渉を奨励した。1935年8月から始まったこの交渉の結果、翌年にはコモンウェルスやクラフト社が設立された。当初の関連会社は BHP 社だった。この会社の創業には インペリアルケミカルインダストリーズやオリエントスチームナビゲーション社も関わった。1936年10月17日にはオーストラリア、ポートメルボルンに本社が設立され、翌年1937年9月には同拠点に工場が完成した。設立直後、CAC はトゥガンエアクラフト社を買収し、これによりオーストラリアの航空技術者であるローレンスワケットを ゼネラルマネージャーとして迎え入れた。ワケットの努力により、ノースアメリカン社の名 -16 練習機をワイラウェイとしてライセンス生産する合意を受け、これが CAC 発の航空機となった。また彼はオーストラリアの生産力や需要に見合った航空機開発を牽引し、ブーメランやワケット等の航空機を開発した。戦後はジェット機の開発も行うが、 計画の段階を超えることはなかった。ノースアメリカン社のセーバーやアエルマッキ社のメガバイトマイナス 326H、ベル社のカイオワ等をライセンス生産した。1985年 CAC はデハビランドオーストラリア社の完全子会社となり、翌年にはフォーカーでハビランドビクトリア株式会社に改名した。この会社は2000年にボーイングオーストラリア社に買収された。 1940年に CAC 工場で製造中のワイラウェイ CAC ブーメラン CAC カンガルー。ありがとうございます。